上手だね。あなたのレスマゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。ということで本日はベッドからお届けしております。本当にさ、本当にこんな格好でこんなあのところから動画を撮るんじゃないよっていう感じなんですけども、もう気分がすごくズーン、おー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 、そういう日もあるよねということで動画を回したところでございます。いやー、今日は何のね、何の話をしたいかと言いますと、まあタイトルにもある通り、本当にマジで産後の抜け毛がやばいんでございます。私さ、配信でさ、配信やってるんですけど、なんか抜け毛大丈夫ですかとかって言われるのね。で、言われてて、2ヶ月ぐらいの時に言われてて、産後の抜け毛、私全然大丈夫です。もうね、私3ヶ月になった瞬間に、みたいな、もうね、尋常じゃない量が抜けるんです。まずシャンプートリートメントするときに、あのトリートメント櫛、100均のね櫛とかでやってるんですけど、もう抜ける抜ける、櫛やらなくても普通にこうやってたらもうどっさり抜けるわけ。みんなが言ってたのはこのことかと思って、まあ、最初は「うやばー」みたいな思ったの、やば抜けるなーみたいな感じで思ってて、でドライヤーするじゃん、ドライヤーする手がめっちゃ抜けんの。なんかそれがさ、毎日毎日トリンダムってたら髪の毛が尋常なく抜けて、ドライヤーしたらもう毎日ドライヤー終わったら毎回髪の毛拾うみたいな、髪の毛がもうめっちゃ落ちるから髪の毛拾うみたいなやつら、なんかすっごい気分がなえまして、もうマジでさ、本当に気分がなんかもうなんかすごい、さすがにこの量が毎日抜けるとなんか気持ち悪いっていうか、なんていうの、でメンタル精神面がすっごいきつくなっちゃった。マジできつくなっちゃって、まあハゲになるかって言われたら、この私ね、髪の毛の量もともとすっごく多いんですよね。髪の毛の量めちゃくちゃ多いから、まあ多いからね、まあそのハゲるとかそういうことの心配はまあ全然ないんですけど、髪の毛もともと薄い人もいるじゃん。髪の毛もともと薄い人かしたら、そういうなんかハゲないかなとかいう面でも多分不安になったり心配になったりするんだなって思うと、もう産後もさ、体ボロボロ、何ホルモンがのせいなのかちょっとわからないけど、妊娠出産ってやっぱりすごすぎない？本当に何これ、ちょっとマジでみんないたわってほしい。もう何、本当にもう愚痴ってごめんね、もう本当にごめんなさい。もうこれを見てさ、もう妊娠するの嫌だとか思わせたら本当にごめんなさいだけど、まあなんとかなるよ、なんとかなるんだけど、なんとかなるんだけどさ、もうなんかさ、本当にさ大変ですよねとかさ、なんかもう寄ってもらわなきゃ無理じゃないこれ。それで育児があるわけよ、寝れないがあってさ、もうどこまで追い詰めるの妊娠中産ってどこまで私を追い詰めるのっていう感じ。プラスこれでさ、お仕事してる人とかもさ、もう泣けてくるよね。本当にもうこんなこと言ったってさ、もう前を向いてさ歩むしかしょうがないんだけどさ、一人で頑張るしかないんだけどさ、ちょっともう共感するよ、みんなのこと、やっと共感する。産後の抜け毛で悩んでる、コメントしてくれた人ありがとう。私も今も悩んでる。これいつ終わるの、いつ終わるの、もう私今4ヶ月ぐらいになるんですけど、いつまで続くのこれ、髪の毛なくなるよ。早くもうなんかもう動画も撮る気にならないけど、動画の何あのアップもね間に合わなくなるので、なるべくコンスタントに動画も上げていきたいので、私はてな感じの動画です。ちょっと抜け毛の量もさ、ちょっと抜け毛の量をさ出したら気持ち悪いんだけど、モザイクで出すわ、こちら、まあね、こんな感じの量なんですよね、毎日毎日で、これプラスそのドライヤーの落ちた髪っていう感じなんで、1日何本抜けてんのみたいな、もう排水管速攻詰まっちゃうので、私はもう髪の毛を太ももで集めてそのままティッシュでくるんで捨ててるんですけど、髪の毛って本当に頭に生えてるとこは綺麗だけどさ、落ちた瞬間に気持ち悪いよね何かしてって感じ、こんな感じでした皆様。まあたまにはね、こんな動画も上げさせていただいてもよろしいですか。
ちょっと産後の抜け毛でメンタルやられております。イエーイ。ちょっとコメント欄で私元気になるわ、頼むお願い、ザマーとか書き込まないでということで今日もね朝からナータンのお世話と頑張ってるので、今ナータンがちょっともうね多分もうすぐ起きるんですよ。ちょっとだけ30分くらい仮眠できたら嬉しいなというところでございます。カメラを切った途端にナータンの声がしました。ちょっと休む時間結局なく育児行ってきます。私大丈夫かな。なんかさマジでさ暗い話になっちゃうかもだけどさ、あーこのまま消えてしまう、思わないよ、しないよ、しない、もちろんしないよ、もちろんしないけど、しないし、うん、本当に一瞬しか思わないけど、なんかもう、あーもうこの世からいなくなりたいって思う瞬間がちょっとある。別にしないよ、重く受け止めないでねしないし、私がそんなことを言ったら誰が育児すんねんって、もちろんナータンとも未来が楽しみで仕方ないんだけど、なんかふと心が病むと一瞬とかね、ああもうこのまま消えて泡になりたいみたいな思う時はちょっとあるってことがあるけども、まあ頑張って育児してきます。では大好きなナータンのとこに行ってきたいと思います。あれ起きた人、起きちゃった人、起きたの、寝れた、寝れた、え寝れた、ちょっと寝れたか上手だね、お話ね、わーお、何言ってるの、上手だねお話、あ上手だね、ねえ、上手だね、そうなの、上手だね、上手だねお話ね、ん上手、上手ね、ん上手ナータンのためならへっちゃらだよ、へっちゃらだよ。